文化放送ライオンズナイタースペシャル、音楽で日本をあげる JO1 無限大レディオ。着々と開けてく、こんばんは、グローバルボーイズグループ JO1 の与那城翔です。こんばんは、白井悠希です。こんばんは、河野純喜です。 JO1 初のラジオでの冠番組でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。JO1 が何かしらあると、うん、本当にジャムの皆さんがトレンドに入れてくださってるんですよ、うん、日頃から。そうね、で本当に言え、あんまり直接言える機会がないんですけど、うん、本当に感謝してますよね。感謝を借りてるしかな。もしレギュラーラジオが始まったらこんなコーナーをやりたい、またはこんなゲストを呼びたいなどの野望はありますか？ぜひ教えてくださいということなんですけど、白岩君はどうでしょうか？はい、まあ、僕もなんかこれから知り合う、まあ、いろんな有名な方とかと、まあ、コラボをしたりっていうのもあるんですけど、うん、今までそうですね、一緒に戦ってきた仲間とかも JO1 以外にやっぱりいるので、はいはいはい、なんか久しぶりにその懐かしむじゃないですけど、そのメンバーのところ、うん、なんか裏話だったり、あの時はね、うん、みたいな、うん、なんかそういうのを少しできたらなっていうのを、ね、それめっちゃいいわ。プルで一緒に戦った仲間たちって、はい、今でも連絡とかって取り合ったりしてるんですか？取ります、取ります、はい、僕はなんかそのオーディション番組って、うん、まあ、僕もいくつか見たことあるんですけど、うん、やっぱりなんかギスギスするというか、 なんかすごいバチバチなんじゃないかなっていうのがイメージだったんですよ、うん、でもこれに出て本当に変わったというか、うん、確かに本当にああやって仲間と一緒に、ね、うん、階段を登っていくっていうのが、そうそうそう、同じ目を持った仲間が、ね、こんなになんかやっぱりこう、うん、なんか熱い思いになるんだ、一つのことにこんだけ集中してみんなでこう力を合わせるっていうのがすごいいい経験になったよね、うん、最初は一人で戦いに来たつもりなんですけど、もう本当に最終回は本当みんなで戦ったっていう、うん、最初だ、みんなそう、マジでそうよ、みんな尖ってたのにね、はい、最後らへんみんな丸くなっちゃった。もうえそんな丸くなるみたいな、みんな尖ってましたね最初は。なんかもう自分をとか結構もうね、いや俺全然いけないみたいなね。特にシックスパックスの2人、おい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 、はい、今年のゴールデンウィークはステイホーム週間とのことですが、皆さんが最近お家でどう過ごしているか知りたいです。なるほど、おすすめの過ごし方などあれば教えてください。もう家でやっぱりどうしても運動 しないといけないんで、うん、懸垂バーを買ったんですね。お確かにありましたね。もう家の片隅に懸垂バー置いて、すごいどうでもいいんですけど、翔くん懸垂バー買ったのが嬉しすぎてか分かんないですけど、メンバーラインに写真載っけて買ったぜっていう連絡をしてきたんですけど、あんま興味ないです。誰一人反応してくれなくてみんな喜ぶと思ってるんですけど、あんまそんな、よかったね買ったんだねみたいな感じ来るかなと思ったら、みんな既読無視だって懸垂バーの真ん中にギター置いてあるんですよ使えるわけないじゃないですか。ハッシュタグ、はい、無限大レディオでトレンド1に入ってるんですけど、うわー嬉しい、あのハッシュタグ懸垂バーがなんと7位。おお俺のおかげっすよこれ、本当にマジで翔くん、俺の懸垂バーが俺に感謝してくださいね。確かに純喜がギター買った時に翔くんが懸垂バー買いました。確かに確かに。しかもそれ本当に余談なんですけど、まあファンの方は知ってると思うんですけど、あのさよなら青春あるじゃないですか、すごい気持ちのいいバラード、僕あれの翔くんの弾き語りで目覚めたんですよ。余談だな、翔くんの部屋本当にうるさいです。深夜1時半から2時の間と朝っぱら本当にうるさい、ずっと歌ってますしかもこれ言っていいですかね、これ今いいですか、大丈夫ですか、あのこれめっちゃちょっと話したかったんですけど、はい、僕は翔くんの下の階に住んでるんですよ、ウキがね、うん、はい、え上の階、あ上の階、僕が翔くんの真上の階に住んでて、はい、今皆さんでね共同生活してるんですよね、はい、そうです、はい、そうです、それで僕真上の階にいるんですけど、はいはい、夜中まあ12時頃ぐらいに僕洗濯を回してしまったんですよそしたら洗濯機がうるさかったらしくて、翔くんから LINE が来まして、今上ちょっとうるさくないみたいな、言われたんですけど、僕毎日毎日1時半から2時夜中ぐらいずっとギターの音我慢して黙って寝てんのに、僕洗濯機の生活音で怒られたんですよ。そんなことあります？ないよね。俺我慢して言わなかったのに、俺洗濯機で怒られた。確かにな。いや、ほんとになんか、ちょうどたまたま何もしてなくて、その時ね。ちょうどまあ俺も寝ようかなと思ったら、上からガッタッ
ガッタンガッタンガッタン、ゴン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 って聞こえるから、もう何をしてんだろうなと思って。いいでしょ、普通です。次の日ガンガンギター弾いたけど。俺我慢してんのに、それで怒られるんやって思いました。あったな。はい。JO1 で共同生活をするとしたら、はい、何担当になりたいですか？お風呂掃除担当、料理担当など、理由を含めて答えていただけたら嬉しいです。ということで。じゃあ、まあ、与那城からいいですか、はい、騒音担当ですよね。おい、騒音担当にしちゃいかんでしょ。騒音監視係。いや、でもなんか最近、まあ、最近というか、一人暮らし一番長いから、確かに。そのなんか、掃除がね、やっぱちょっと気になるよね。あー、そう。はいはいはい。うん。めっちゃ笑ってるじゃん、ルキ、どうした？いや、全然関係ないんですけど、翔くん一週間に一回部屋の模様替えします。この前僕、部屋入ったら、鹿一頭増えてました。あの、鹿の、この壁にかけ、なんか顔が出てる鹿を飾ってあるんですけど。はい、でも、一人暮らしの家ではなかなか見ないですよね。はい、あの、それのなんか6畳に2匹います。はい。鹿いるんですよ、僕。いない？いや、いないよ。いないびっくりした。一匹増えてたから。奈良県出身の河野くんでさえもいない。そうなんですよ。だから、その、あんま鹿は、その、神聖な、なので、その鹿はなんか部屋に。いや、無意識に多分その神聖な場所として多分、あがめてたのかもしれない。なでも、純喜の部屋には、真っ黄色のいらない猿の置物がある。JO1 は置物置きがちなのよ。しかも変なのよ。そう。センスが。だから、めっちゃねじれてる、こう、ねじれてる。あれ、何に使うの？だから、その鍵とかは置きたいんよね、そこに。あ、玄関ね。玄関、おしゃれやと思うけどな、俺の。あれ、いつかジャムのみんなに見してあげたい。確かに。見してあげたい。本当に。真っ黄色かいらんか。真っ黄色の猿。そうそう。その真っ黄色の猿。しかも、重いな、あれな。あれ、部屋におしゃれに飾れたら、ほんとも大したもん。もう、上級者よ。上級者。馴染んで着てると思うんやけどな。じゃあ、与那城くんは模様替え担当。で、はい、河野くんが、あの、雑貨担当。そうですね、雑貨で埋め尽くしたい感じ。白岩くんはどうでしょうか？僕何ですか？できないやん。何担当でしょうか？僕は料理もできないんですよ。みんなにあげる。ルキコーラ担当で自動販売機で。うん。なんか、あれな、ピザ、翔くんが。もうひどいんだよ、本当に。僕、コーラが大好きなんですよ。で、僕、コーラをストックで50本ぐらい箱買いして、冷蔵庫とかにもコーラあるし。今もコーラ飲んでもんな。ストックで、めちゃめちゃコーラを部屋に置いてるんですけど、うん、それを知ったマネージャーと翔くんがピザを頼んだんですよ。そしたらピンポンって来て、はーいって言ったら、コーラちょうだい。僕はもう自動販売機だと思ってるんです。本当にコーラ飲みたくてね。きついよな。きついね。俺に用コーラだけかいと思って。ピザ勝手に楽しんでるやつだし。俺にピザ一個もくれなかったですもん。ひどいよ、本当に。きついよな。僕のリクエスト曲は、ビギンさんの、シマンチュの宝でございます。もうね、沖縄。ザ・沖縄。やっぱりこの、いいですね。いや元気になる、本当に。はい、これはいいよ。誰、おじいちゃんおった今。リトルルキです。リトルルキか。はい、心の中のルキが出ちゃったよね。はいどうですかこの曲聴いてたりとも。僕、これにはすごい思い出がありまして、ほんと一週間前ぐらいですかね、ちょうど。翔くんの部屋で夜二人でこれを聴いて、ギターでね、歌ってましたもん。いや、歌やな、これほんまに。すっごい歌詞が僕好きなんですよ。まあ、これ翔くんが紹介してくれたんで、あんまり僕が語るのも良くないんですけど、ほんとに歌詞が僕は好きで、あの、サビの教科書、では分からないけど、教科書に載ってあることだけじゃ分かんないみたいな。いや、本当に人生って無駄なことが一番大切っすよね。なんかその教科書で、その勉強して知ることも、ことも大事だけど、友達と過ごしてたり、なんかたわいもない話、それは世間から見たら無駄な時間って思われることが、実は一番自分を、作ってるというか、教えてくれてるというか。深いな。いや、僕ほんとずっとそれ思ってるし、あとこの曲の一番すごいところは、音だけで沖縄の海と空が、確かに。え、リクエスト者リクエスト者の人。音、曲だけ聞いてるのになぜか沖縄の海と空が、思い浮かぶんですよ。それってすごいなと思って、もうただいま、みたいな。そう。
帰ってきたよ、出身やったかなって思いますよね、ほんまに。確かに。はい。そこがすごいな、この曲は。いや、いい歌、ほんまにいい歌。あの、白岩くんの話で、まあ、無駄な話、無駄なことありましたけど、はい、つまりは余談っていうことですよね。そうですね。あの、ツイッターで、つくねさん、白岩るきによる余談なんですけどから始まる、よなしろショーエピソードがバラエティーに飛んでてすごい。夜な時仲良すぎるやろということでつぶやいていただいてます。余談もこういうことでしかサポートできないので、あの、頑張って。余談なんだよな。ちなみにツイッターの今トレンドがですね、1位がハッシュタグ、無限大レディオ。はい、ありがとうございます。なんと、懸垂バー、2位に入ってます。じゃあ、3位、余談だな。もう1位に行きましょう、もう。懸垂バーから。懸垂バー行こうもん。行こう。懸垂バーに負けて終わりよ。あの、懸垂バーがトレンドに入ってる日本やばいから。本当に。依然盛り上がりを見せているツイッターなんですけれども、さやさん、どうせなら全員の名前トレンドに入れちゃおうよ。拡散希望ということで。すごい。どうせならの使い方贅沢。あの、一番頑張ってるんで僕入れてください。お願いします。いや、ちょ、待って待って、みんな頑張ってるから。で、4位に JO1 が入っているという情報もね、来ておりますけれども。ぜひ、黄色い猿の置物も入れてください。黄色い猿行きましょう。いや、ありがたいことっすね、本当に。僕たちが幸せな思いをするべきだなと。なるほど。はい。確かに。幸せをね、分けてあげて、はい、やっぱみんなで助け合うってことが大事だよね。助け合っていきたいなって思います。音楽の力で。はい、確かに。辛いことも幸せも半分こ。半分こ。はい、どうも、白岩るきです。持ってくな今、純喜の番だから持ってくなよ。いやいやいや、いいね、いいね、すいません。そうな。暑いっすね。暑いね。これもね、ギターで練習するんで、ちょっと。お頑張ります。はい。あの、できるだけ1時半から2時は避けてください。おい、そうですね、すいません。朝届けで起きたら嫌でしょ。いや、よくない。いや、いいよ、いいよ。いい目覚めよ。確かに、あの、うん、さよなら青春のバラードよりは、うん、目覚めはいいと思うから。でも僕、宿命っていう言葉めっちゃ好きっすね。はい、なんか。だって、僕と翔くんと純喜がこうやって出会ったのも、宿命ってやつでしょ。宿命。かっこいい。かっこいい。お疲れ様でした。帰れない。持っていくよね。ルキー。いや、最近天気がいいけど、外に出れないから、やっぱこの室内でも、こう、なんだろうな、沖縄を感じたいっていう思いが強すぎて。室内でも沖縄を感じたい。うん。だから鹿の置物置いたり。鹿の置物なんじゃないですか。2匹置いてるからね。2匹で。室内で、それじゃ沖縄にはならない。感じたいって言ってる割に、あの、部屋真っ暗ですよ。間接照明ですね。沖縄ってもっと元気で、明るくて。それこそ黄色い猿置くべきですよ、沖縄。確かに。はい。マジで。そうだ。部屋真っ暗で間接照明だけなのに。間接照明バチバチに沖縄を感じたい。よく言えたな。よく言えたよな。この心の良さが出てるよね。いやいや、純喜だけに。97年代いい人しかいないな。自分で言うの。この後またルキのリクエストもね。そうだね、そっか。あるから、まだ。それが分からないですから。分かんないんだもんね。俺と純喜教えてくれないんだ、さっきから。ずっと聞いてる。何やったのって。もう全然教えてくれないから。いや、僕、とっておきの持ってきたね。楽しみに待ってて。元気出る曲ちゃんと。いや、多分僕の方が一番元気だ。マジで楽しみにしててくれて、本当に。白岩くん、お酒でも飲んできたんですか飲んでないですよ。どうした？なんでやろ。え、何が？何がや。酔っ払ってると。多分、テンションが高いからっていうことなんですかね。いつもより。いや、なんか、やっぱり、会えないじゃないですか、今って、なかなか。で、たまにしか会えないのに、うん、そのたまに会った時に、好きな人がテンション低かったら、嫌じゃないですか。確かに。おー、かっこいい。確かに。はい。だから、一番盛り上がろうと思って今日、入りしました。あじゃあちょっとこのタイミングでお願いしちゃおうかな。ちょっとラジオネームないんですけど。あ、やめてください。大丈夫です。こっち向いてホイコーロー、こっちは八宝菜聞きたいです。みんなも望んでいると思うのでよろしくお願いしますということでメールが来ております。僕の曲じゃ、曲じゃねえ、僕のあれじゃないんですけど大丈夫なんですかね。これ何なんですか、このこっち向いてホイコーロー。僕はよくわかんない。白岩くん説明を。僕のじゃなくて他の人がやってる、まあなんて言うんだろう、ネタの一部なんですけど、いいんですかね。ジャムの皆さん望んでるということですので、よろしくお願いします。お願いします。音だけで渾身のね、渾身の。はい。じゃあ、ジャムの皆さん、皆さんって言っちゃいましたけど。行きましょう。かけますか、エコー。行きましょう。行きますよ。はい。行けばで。最初はグー、じゃんけんポン、あっち向いてホイコーロー、こっちは八宝菜。いただきました。ありがとうございます。
いや、よかったよ。いや、よかった。いいエコーがかかった。これに良かったとかないんですよ。はい、今聴いていただいてる曲はクラッシュで上兵でした。どうですかこれは。今度ルキごめんね、あの朝台にこのどれかの曲聞こえてる。俺だわ、うん、上兵で起きる。そう、相当ラジオの影響を受けてますね。もうギター弾きながらうわって言うから、うわうわへって言うから。そんな声張る系じゃないんですよこれ。それでルキ起こしたらほんますごい。これが起こしたらもう大したもんです。僕もう言うことないです。まあ、40分ありますから、ちょっと4位何か目指しますか。黄色い猿だけ、ちょっとね、言いにくいんですけど。押して伸びてないってことは無理です。無理です。確かに。序盤でちょっと押したけど、ね。押して、うん、あんな最初に押して伸びてないから無理です。結構押したつもりやったけどな。多分、ホイコーレより下ちゃいます。そうなの。なんか、久しぶりに、いやなんか、同じ時間を共有してないですか？ね、間違いない。久しぶりだよ、本当に。楽しい、マジで。楽しい。僕は家から出れなくて、うずうずしてます。本当に。いや、もう今日酔っ払ってるでしょ。いや、酔っ払ってないです。酔っ払ってない。酔っ払ってないです。酔っ払ってないです。はいなって、もうルキ。最後は？最後は？ルキですね。あ、もう僕ですか？はい。うん。もう最後、早いね、もう。じゃあ僕の元気が出るプレイリストいいですか？はい。僕が選んだ理由としましては、うん、僕の大切な人がいるんですけど、はい、それがあと3時間とちょっとしたら、うん、誕生日を迎える。お、誰ですか？誰？母親なんですけど。おお、おめでとうございます。ルキのお母さん。いやあ、喜ぶと思います。ルキのお母さん、ルキのお母さん、おめでとうございます。おめでとうございます。わかんないんですけど、まあ僕の母親が、誕生日を迎えるということで、うん、まあ1年に1度しかないですし、はい、あと今こういう、ね、うん、時期なので、うん、あんまり僕たちのことを一番支えてくれてるジャムの皆さんに、うん、ね、会える機会がね、機会がやっぱりどうしてもない中で、うん、こうやって、はいはい、まあ、僕ら3人が選ばれて、うん、すごい幸せな時間を過ごさせてもらってるじゃないですか、うんうんうん、だから僕は、うん、まあ、最後ということで、うん、本当に幸せに、最後はみんなで幸せに元気になりたいなということで、うん、この曲を選んだんで、はい、ああ、なるほど。わあ、なるほど。本当に、みんなで、まあ、これを聴いてくださってるみんな、そしてここにいるみんなで、うん、最後は元気に、幸せに、ね。最後は、はい、したいなっていう曲です。僕の思いが、すべて詰まってる、ですし。うん。ルキにとっても大切な曲なんだ。はい。歌詞中にも僕らの大切なジャムの、名前がね。歌詞中にも入ってる曲なので。マジか。うわぁ。そんな曲を。はい。はい。だから本当に、まあ今日最後、うん、大事な曲ですね、はい、これは。はい。じゃあ紹介をお願いします。じゃあそれでは今日最後の元気が出るプレイリストを務めさせていただきます。白岩るきの元気が出る曲は、しまじろうでハッピージャムジャム。おい。おい。おい。はい、あんだけ。今聴いていただいた曲は、白岩るきがおすすめする、しまじろうで、ハッピージャムジャムでした。おい。いや、でもめっちゃ良かった。めっちゃ面白い。名曲やわ。ここは。ここはもう、ここの会場やったな。もう、大盛り上がりですよ。危うく椅子から転げ落ちるとか、ボルテージマックスになったわ、ちょっと。びっくり、あんだけ感動させといて。うん、ピージャムジャム最高。おドローよーって。でもやっぱりほら見てよ、一番元気出てるじゃん。でもいい曲、ほんまに俺らに合った曲やわ、ほんまに。ツイッターも本当に盛り上がってまして、岩崎奈々さん、まさかと思ったがマジのハッピージャムジャムで笑うしかない。オレオさん、マジでおもろすぎて腹筋シックスパックスなるわ。と本当に盛り上がってますね。いや、お母さんの誕生日ね。もうお母さんを伏線に使うな。そう、伏線に使うな。回収できてんしな。ルキママお誕生日おめでとうっていうね、ツイートもね、たくさんありますよ。いや、それはまず、おめでとう。ハッシュタグルキママお誕生日おめでとう入ったら恥ずかしいです。はい。恥ずいんで、大丈夫。それは大丈夫です。それは大丈夫。はい、でも多分本当にみんなに、まあそうね、うん。いや、元気になった。お祝いの言葉を言ってもらえたら多分嬉しいと思うんですけど。こんだけね、ベストマッチで歌はないだろうね。これ最後に持ってきても間違いなかった。いや、すごい。びっくりした。やってくれたな。僕はサビのハッピー、うん、まあ要は幸せ、うん、ジャム、ジャム、最高が本当に好きです。踊ろうよ、はい、いつも。これも、なんかライブでやりたないですか。普通に。やりたい。普通にやりたいです。確かに。僕、なんか小学生の頃とか、朝学校行く前にこれ聞いてたんですけど、うん、はいはいはい、
で、今時を経てここで紹介させていただいたじゃないですか。うんうん、やっぱりジャムの皆さんと会うこと宿命だったんですね。おー、おー、時を戻したね。時を戻そう。時を戻したね。いやでも良かったでしょ。めっちゃ良かった。でしょ。なんかここはもう大盛り上がりよ。いやもう最高。何流すんかなと思ったらあんな格好つけて。これは教えないでしょ。教えないわ。やる前に教えられないよ。教えないわ。全然教えてくれないなと思った。このためか。教えれない。いやめっちゃ良かった。うわやられたわ最後持ってかれた。最後持ってかれたなこれ。でも本当にこれを聞いてやっぱ皆さんがそうやって笑ってくれたり、うん、幸せになってくれたらもうこのラジオの意味があるんで、はい、僕は本当に。嬉しい限りだし、あと腹筋割れたって言ってたじゃないですか、うん、今あんまり運動ができないじゃないですか、そのための曲です。こじつけがすごいんだよ。全部持ってこうとするやんもう。はい、以上 JO1 の江の城翔と河野純喜と9時回っても返さない白い歩きでした。せーの、バイバーイ。